皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ本日も始まりましたトサン TV でございますが、本日は8月31日の放映日、つまりアメリカ、NATO、自衛隊など外国の軍隊がアフガニスタンから撤退するその日ということになります。でこれまでいろんな情報があまりにも出すぎていて整理できてない方も多いんじゃないかなというふうに思います。私もできていないので、自分を整理する意味でも今後を考察するためにちょっと足早にですね、状況の方をまとめてみました。では参ります。まず本編入る前ですね、北部同盟パンジシール情報なんですけれども、もう24時間以上にわたって現地の情報が入ってきておりません。タリバンが通信を遮断したというニュースが入ってから、その後ぷっつりと途絶えております。また更新があり次第お届けさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まず本編なんですけれども、アメリカのアフガニスタン政策、今回批判を受けている部分ですね、撤退について批判を受けている部分と、タリバンの統治、そして、外国勢がいなくなった後のアフガニスタンの国内の勢力、そして外国の動きという形でお伝えさせていただきたいと思います。まずですね、アメリカ撤退決めたのはオバマ政権になりますね。しかし状況を許さないということでこれを延期しました。それを受けましてトランプ政権が今度タリバンと交渉しまして和平合意に至って撤退を決定いたします。それを引き継いだのがバイデン政権ということになりますが、現在国内でものすごい批判を受けております。何が批判を受けているかと言いますと、なんで軍隊から撤退させたんだという、これにまあ尽きるというふうに思いますね。特に重篤なのはこちらなんですけれども、バグラム空軍基地ですね。こちらもうカブールのすぐ近くなんですよ。なんでここから引いたんだっていう話なんですね。バグラム空軍基地にちゃんと軍隊を置いて、あと撤退もですね、軍人を大幅に減らすということをしなければ、これでカブール国際空港の中、そしてそのカブール国際空港に行くまでの市街地、ここをアメリカと NATO でちゃんと管理できたんじゃないのかという批判を受けているということでございますけれども、これをしなかったがためにワシントンポストでニュース出てきましたけれども、タリバンがカブールを制圧してから、このカブールの市街地と国際空港の管理をどうするんだってことをアメリカ軍と話し合ったみたいです。ところがもう要員が足りないし、もうバイデン政権のここまでの政策の流れを鑑みて、アフガニスタンのアメリカ軍の最高司令官がもう市街地はできないから、タリバンが管轄してくれっていうお願いをしたという、そういうニュースだったんですね。ちょっとですね、一応文民統制の国なのでアメリカは、どれぐらい委任されているかによるんですが、軍のトップがそれを決めるのかなっていう、ちょっとですね、疑わしい部分はあるんじゃないかなとは思います。バイデン政権が決めたんじゃないのかという疑いはあるんですけれども、まあ現場のまあ判断としてももうしょうがなかったということで任してしまった。これがその後の混乱を生んでいるということで大批判を受けているんですね。でこの政策で最もですね、今後に禍根を残すのはこちらですね。はい、たくさんの重火器がタリバンの手に渡ってしまいました。でさらに重篤なのはこちらなんですけれども、まあ、ヘリコプターとか偵察機とか戦闘機もあるのかな、なんか飛行機類ですね、いろいろとタリバンの手に渡ってしまったというのがあります。でですね、タリバンというのは空軍を持っていません。カブール国際空港についても全然運営ができないので、トルコに助けてくれっていう助け船を今お願いしているような状況なんですね。ということはこれタリバンあっても宝の持ち腐れだということも言えるんですけれども、例えばこれを過激派に売却してお金を得ようとしてみたり、空軍を持ちたいから過激派にお願いしていろいろ教えてもらったりということで、またアルカイダとかですね、他の過激派との関係が太くなっていくんじゃないかという懸念が持たれているということでございます。次にタリバンの統治というところになりますけれども、タリバンですね、ずっと穏健な統治をするということをずっと宣伝戦してきましたね。ところが、かたや民主主義はないと、存在しないということも言っているわけです。イスラム法にのっとって統治するよ、でも今までのよりは穏健なことをするよという程度のことを言っているわけですけれども、これは本当なのかというところなんですね。でひとまずですね、その穏健な政策で一番ですね、プロパガンダしているのが学校、女性でも学校で学べるよっていうことを言ってるわけです。以前は学べませんでしたので言ってるわけですけれども、これに関しては禁止したという情報は今のところ入ってきておりません。しかし男女共学はダメよということで、男性と女性は分けて、学ぶという形になっております。
次に音楽は禁止されました。こちらはですね、アフガニスタンで著名な音楽家の方だそうですけれども、この方拘束されまして、すでにお亡くなりになっているという情報が入ってきております。そしてですね、アメリカや NATO 外国勢力に協力をしたアフガニスタン人で、この協力というのは例えばですね、諜報活動やスパイをしたという、そういう重篤なことではなくて、例えばアメリカ軍の基地の中で清掃作業をしていたとか、外国の人たちにレストランで食べ物を提供していたとか、そういう人も全部含めてっていう話になりますね。そういう人たち、まあかなりの数撤退したと、退避したということを言われてますけれども、実は国内にまだ残っているということも言われております。タリバンが一軒一軒家を回って自首を促しているということなんですね。で、一応ですね、イスラム法にのっとって裁くよと、基本的には許してあげる方向だから出ておいでっていうようなことをやってるんですけれども、自首を促すということはもう犯罪者扱いをしているということになります。これも非常に懸念されます。でですね、さらに重篤な問題はこのアメリカとか NATO とか外国勢力に協力した人のリストをアメリカがタリバンに渡しているという疑いがあるんですよ。なぜかというと、市街地の警備管理をタリバンに任した、そこでの誘導をタリバンに任して、検閲所もタリバンに任しているということは、タリバンが判別できる情報を持っていないと管理できませんよね。ということはアメリカがその情報を渡しているんでしょということで、これ記者に突っ込まれたバイデンさんは返事をしませんでしたという状況ということでございます。そしてですね、このタリバンの統治というところで懸念されるのは、今タリバンがですね、資金を止められております。アメリカ資金凍結、世界銀行も支援ストップ、 IMF も資金ストップということで、もうお金の流れが全然ありません。統治をするにもお金がないんですね。ということでまたですね、ケシの実ですね、麻薬をですね、また世界に売りさばいて何百億円というお金を得ようとしているんじゃないかというふうに思います。そのルートを使うと結局過激派とまた組まなきゃいけなくなってしまいます。またですね、別の、まあ、組む相手もいるんですけれども、ひとまず過激派とも組まなきゃいけなくなってくるんじゃないかと思いますので、結局のところ変わらないということも言えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ではですね、外国勢がいなくなった後のアフガニスタンの国内の勢力ということになりますけれども、細かいところはちょっと省きますね。主要なところだけ考えますと、5つの勢力がまず考えられます。1つはタリバンで、もう1つが北部同盟ですね、マスードさんの側ということになります。これが国内の勢力になりますが、国外から入ってくる勢力が今3つ考えられます。一つはテロを起こしたので確定しているのが ISISK、 今 ISK と呼ばれてますので ISK と呼びますね、 ISK。 そしてパキスタンを根城にしている過激派、パキスタンイスラム運動という過激派、そしてそもそも国内にずっといたんじゃないかと言われているアルカイダですね。この3つで国内の2つを足すと計5つの勢力が組んだり離れたりしながら過激な行動を起こしていくんじゃないかなというふうに思います。タリバンの一番本体の方はこの過激な動きは抑えたいんでしょうけども、おそらくですね、しかしタリバンの中にこの勢力と手を結んでいると言われている勢力があります。第6の勢力、それがハッカニネットワークと言われております。ハッカニネットワークですね、まあ、なんか現地の言葉通りに発音しようとするとハッカニネットワークとかハッカーニネットワークとかっていう話になるみたいですけれども、これですね、ちょっとこだわらないようにします。皆様に伝わればいいというスタンスにしますね。なぜかというと、カブールは現地の言葉に近寄せるとカーブルになるそうですね。タリバンもターリーバーンとかタリバーンとかっていうみたいです。で、私がよくお伝えしているマスードさんもマスウードって言った方が正しいみたいなんですけれども、そうすると逆に伝わりにくくなるので、ちょっとこだわらずに皆様に伝わればいいというスタンスで言葉は今後も選んでいきたいというふうに思います。ハッカニーネットワーク調べてみますと、これもともとはタリバンと一緒に立ち上がった人たちではなくて、もっと過激な思想を持ってタリバンとは別で生まれています。ハッカニーさんという人が創設者なんですけども、後にタリバンに基準するという形でタリバンとくっついていっているんですけれども、じゃあタリバンの傘下に完全に収まっているような組織なのかというと、そうでもないみたいで、自治エリアというのを認められていたみたいですね。さらにアフガニスタンの中には2000人ぐらいいるんじゃないかと言われてますが、総勢で1万人ぐらいの勢力らしいんですよ。ということは国外にも張り巡らされているような組織ということになります。
ますね。タリバンというのはアメリカからテロ組織として認定されておりませんが、タリバンの中にあると言われているハッカニネットワークの方はテロ指定されている、つまり別の組織としてアメリカからも認識されているということになります。かなり過激な組織。このハッカニネットワークがアルカイダと関係を持っていた、連絡を取り合っていたというのはもう証拠が出てきております。ウサマ・ビンラディンさんのファイルの中にやり取りが、記録が確認されているんですね。で、問題はあと残り2つですよね。パキスタン、タリバン運動との関係、そして ISK との関係、この2つは証明されていないのかもしれませんけれども、まあまああるんじゃないかというのはもう色濃く言われているということになりますね。で、このハッカニーネットワーク、創設者の方はもうすでにお亡くなりになっておりますけれども、その兄弟の人、弟さんなのかお兄さんなのかは分かりませんけども、その兄弟の人が実はアメリカから賞金首として指定されておりました。日本円にしてその金額5億5000万の賞金首でございますが、数日前、もうアメリカの兵もすぐ目の前にいるカブールの市内で、この人がいきなり出てきて演説したんですね。これからはタリバンも穏健な政策をするから、みんな安心して落ち着いてくれって演説したんですよ。お前が言うなっていう話なんですけれども、目の前で5億5000万の、アメリカ化するとテロの首謀者の人が現れたという、これに手をつけられなかったという状況が起きました。そして今タリバンが新しい、まあ、評議会というかですね、まあ、チャイナセブンみたいな政策を決める人たちを今一生懸命話し合いで選んでいるみたいです。大半の人がタリバンの組織から横滑りしていくみたいですね。で、そこに違う人種の人とか、旧政府の人とかっていうのをちょろちょろっと加えて、ほら包括的な政府にしたでしょっていう形を整えようとしてるみたいなんですけれども、なんとその中に、このハッカニネットワークの創設者の弟さん、5億5000万の人ですね。この人と創設者の息子さんの2人がどうやら入る見込みだという情報も流れているんですね。ということになると相当影響力の強い集団なんだなということがわかります。タリバンは現在ですね、実はSNS なんかを追っていくと、地方でその ISK とかですね、そういう過激派と戦闘を繰り広げて、まあ、テロを防ごうとしている、特にアメリカとも協力して防ごうとしているなんていうニュースがあります。しかしそのタリバンの中にいるハッカニーネットワークが、タリバンが今相当している過激派と裏でつながっているということも言われている。で、こうなってくるとタリバンが実権を握った後にもうそういう相当はしないと、手を組んでいこうという裏の密約がなされている、もしくはタリバンが政権を握って穏当な、まあ、政策を、前回よりはですよ、前回よりは穏当な政策を引こうとして、もうハッカニネットワークが邪魔をして、なんならタリバンごとひっくり返してアフガニスタンの地を過激派に明け渡してしまう、そういうこともちょっと頭の隅に入れながら情報を追わないといけないんじゃないかなというふうに思います。大変危険だと思いますね。はい、そして最後に、外国勢いなくなった後の、まあ、他の国なんですが、これがですねちょっと全く読めません、全くわからない状況になっておりまして、で、どっかの国がどっかの国を支援しているという情報が今後入ってくると思いますが、例えば中国がタリバンを支援している、中国が北部同盟を支援している、そういう情報が入ってきても、それすなわちじゃあ中国側に行ったんだとか、そういうふうな捉え方はひとまずあんまりしない方がいいかなと思います。なので早めに決めてかからないようにした方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと一例紹介しますね。今のマスード・ジュニアさん、北部同盟ので戦っているマスード・ジュニアさんのお父さん、レジェンドの方ですね、大マスードさんの方なんですが、もともとはソ連軍とドンバス戦っていた方でございます。で、ソ連からパンジシールの獅子というふうに呼ばれて世界中に名前が知れ渡りました。ソ連軍が1989年撤退した後は、ソ連軍が残したと言っても過言ではない共産主義政権と戦って、これを制圧してカブールに入ります。で、その後タリバンが台頭してきて、今度はタリバンとやり合うわけですよ。結局タリバンに負けてしまって、またパンジシールにこう戻っていく形になるんですけれども、このタリバンとやり合っている時にどこの国がマスードさんを支援していたかなんですね。一つはまずタジキスタン、これは同じタジク族なので分かります。そして次がインド、タリバンをパキスタンが支援しているので、パキスタンと敵対関係にあるインドが支援する、これも分かります。で、次がイラン、北部同盟の中には
アフガニスタンの中の少数になってますシーア派の人たちがいます。なので間接的にイランがマスドさんを支援するのもまあわかるっちゃわかります。最後にロシアなんですよ。ロシアがマスドさん支援してるんですね。でこの、今からどれぐらい前だ、10年20年ぐらい前か、20年以上前にタリバンと、お父さんの方の大マスードさんが戦っていた頃というのは、このアフガニスタンの中っていうのは諜報機関だらけだったというふうに言われてます。マスードさんが、テロにあって最後お亡くなりになる数日前、フランスの諜報機関と同行してたっていう情報もあるんですよ。つまり誰が敵で味方なのかっていうのも全く混沌とします。なんでこんなことが起こるのかといえば、結局のところ資金がない、支援がないんで、敵側がどっかと組んでいるんであればもうどこでもいいっていう状況になってしまうということなんですね。なので多分外国勢としては両張りをするんじゃないかなというふうに思うんですね。特に諜報機関の場合、政府から支給されているお金だけだと諜報活動足りなくなります。特に袖金をいっぱい渡さないと情報を得れないということもありますので、そこで諜報機関がその当時手を染めたのが、ぐっちゃぐちゃになってます。でそれが過去にもありますので、今からですね、例えば中国がタリバンを支援しているか、タリバン今べったりなのか、中国が、例えば北同盟を支援しているって情報が入ったぞって、やっぱ裏切ったなみたいなことではなくて、その辺はですね、どうしても過去の事例も見てですね、少し静観しながら外国勢がどことくっついていくのかっていうのは見ていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、最後アメリカの動きなんですが、アメリカがもうちょっとですね混乱してるなと思います。こちらご覧ください。ですね、この後に及んで今中国と協議をしました。29日ブリンケンさんと王毅さんが協議をしました。で中国はですね、協力するかどうかはアメリカの態度次第だということを言い放っております。どういうことかというと、コロナ起源説を引っ込めろと言ってます。アフガニスタンの問題で話しに行ってるのに。で今中国がアメリカにやってるのは、もうこのチャンネルでずっと言ってます、アンガーマネジメントというのをやってます。相手に怒りをぶつけて、その怒りをどう鎮めるかということにですね、目を向けさせて本来の目的を達成させない、つまり主導権を握るという、そういう戦略なんですけれども、アンガーマネジメント、それをアメリカに対して仕掛けて、アメリカはまんまとそれに乗ってるような感すらありますね。トランプ政権時代にこのアンガーマネジメントというのとはきっぱりとおさらばするということを表明して、ポンペオさんがその通りにやってきました。本当に小気味よくやってきたわけですが、バイデン政権になってアフガニスタン問題を経て少し弱腰になっているところで、またアンガーマネジメントを仕掛けられてきて、コントロール不能になっている状況であるということです。また9月に入ってからですね、ちゃんと持ち直して、ひとまず何とかしないと日本も困るので、ちゃんとやっていってもらいたいなと思いますが、これらのですね、今まで起こった情報も見つつ、また今日省いた情報なんかも含めてですね、またこのアフガニスタン情報を追っていきたいというふうに思います。では本日の内容以上になります。ご視聴ありがとうございました。